こんばんは、マー君と猫です。のきちゃんがうちに来て3ヶ月が経ちました。ようやくね、緊急事態宣言も終わりまして、里親さんが無事見つかりました。その里親さんは、僕のね、同級生の方で、猫を1匹今もう飼っててね、もう1匹迎え入れたいということなんで、ぜひのきちゃんを飼いたいということで、その方に譲ることになりました。今までね、保護活動をしてきましたけど、3ヶ月もね、一緒にいたのは初めてなんで、いろんな思い出ができました。もうほんと保護した時の動画を見るとすごい立派になってくれてね、元気いっぱいのえのきちゃんでした。まあ明日えのきちゃんとお別れなんでね、今日はたっぷり遊んでね、明日バイバイしたいと思います。ありがとうね。ありがとうね。いつも暴れんのにおとなしいね、今日はね。ね。おとなしいね。大人になったね。じゃあ最後にね、うちの先住猫たちにバイバイに行こうね。じゃあ一人ずつ対面させていきたいと思います。行こう。ありがとうって。よーしよしよしよし。ありがとねって。よっしゃ、また会おうねって。ありがとう、毛繕いしてくれてね。あ、いちゃった。おもちくんありがとうって。ね。危ない。一発飛んだね、二人はね。ね。あ、優しいわ、おもちくんありがとうね。ね。ありがとう。あずきもいっぱい遊んだね。えのきちゃんとね。ね女の子同士だもんね。ね。ね。バイバイって。ね。バイバイ。はい、つんちゃん。バイバイって。ね。はいはい。明日お別れするとは思わず遊んでますね。わかんないよね。ありがとう。ね。3ヶ月間、まあ、できる限りのことはね、やるなと思ってます。きっとえのきちゃんの明るい性格なら、新しいところでもね、先住猫ともやっていけると思います。